この中山っていう男なんですが、彼はそういう経験をしたことがないって私に言うんですけど、実は十分にそういう怖い体験してたんですよ、こいつね。っていうのは、彼は作家になりたかった。今作家ですよ。なりたかった。で、学生時代に、大阪なんですかね、彼は。大阪の大学ですよ、もちろん。で、家から通えるんですが、作家になりたいがために自分の時間が欲しいし、その、アパートに住みたいと。アパートって言っても学生用のアパートですよ。住みたいと言い始めた。うん。で、親の了解を得て住んだわけですよ。と言ったって当時ですから、建てたアパートじゃないんだ。ね、モルタルみたいなアパートでもって、何の設備もないアパート。うん、暑くったってもちろんね、クーラーはない、扇風機はない時代ですよ。もちろん冷蔵庫なんてあるような時代じゃないですよ。そういうアパート住んだわけだ。で、彼のアパートは2階なんですが、彼はね、その一番端に先輩がいて、一つ空いて彼の部屋でもう一個あと。下には誰が住んでるかわからない。なかなかこの先輩がいい先輩でね、よくお話しするんだって。ああだはこうだとね。で、彼も気がつかないけど、気持ちいい先輩。それで季節がだんだん暖かくなってきたの。そんな時先輩がね、おお中山な、最近暖かくなってくんだろうって。俺、だから窓開けて寝てるんだよ。うん。そうですよね。っていうのは、窓を開けて、ドアを開けると風が流れるじゃないですか。だから、最近窓開けて寝るんだよ。そうですか。そうするとの、かわいいもんだぜ。鳩が来て泣いてるんだよ。手すりがあるんですね。昔のアパートって。窓を開けるとこういう手すりがね。大変あったもんですよ。地球があって、ちっちゃい手すりが。そこに鳩が来るって。それがの、クック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 泣いてるのは、かわいいもんだぜ。この間なんかお前トーンと音がしてさ、部屋に入ってくるんだよ。クッククック泣きながら俺のそばまで来るんだけどさ、目開いちゃうと逃げちゃうからな。俺目開かないようにしてるんだよ。かわいいもんだぜ。あ、そうですか。へえ、かわいいですね。言ってた。で、夏になった。そしたら、そのアパートの住人がみんな国に帰っちゃった。先輩も用事ができて帰っちゃった。結果的にアパートは中山一人だけなんですよね。それで、窓を開けて、ドア開けて、同じですよ。彼もね、風を流すようにして、そこで寝てた。一杯いただいてね、ゴロンってこうなって、気持ちよく寝てたんですね。とね、どのぐらいの時間かわからないけれども、うく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 、ハートの声がする。うく、うく、うく、って寝ながら、ふわって気がする。あー、ハートだなーと思った。クク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 ク、鳩が来てるんだ。あ、そうか。先輩が帰っちゃったから、俺の部屋に来たんだな。へえ、かわいいもんだなと思ったけど、眠いから目開けなかった。クク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 ふんふんふんと思ってるうちに、トン音が。部屋に入ってきた。あ、部屋に帰ってきた。あ、先輩に言うとおりだな。へぇーと思って。でも目開けたら逃げちゃうから、いやいや、目つぶってこなしてよと。かわいいもんだなと思った。相変わらず後はね、少しずつ少しずつ近づいてくるって言うんですよ。へぇへぇ、かわいいかわいい、近づいてくるなと思って。違う。だん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 近づいてハトの声。ハトじゃない。低い男の声で笑ってるって言うんですよ。ハトじゃない。ククン、ククン、ククンではなくて、グフン、グフン、グフン。男の笑い声が近づく。なんだこれと。体の声で、カーッと話し合いです。うわ、たまんねえなと。でも、そのまんまずーっとだん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 近づいてくる。その時、中山の目にこう、ぐーっと吸ったものは、想像できる範囲で考えて、畳から鳩のくちばしぐらいの位置でもって、人間が口があるとしたら、そんなもん、生首しかないと思った。空気張り詰めてますから、畳の、吸ってる音が聞こえる。それと一緒に、うわぁ、くるくるくる、どうしよう、困ったな、くる。絶対見るもんか。見られたいな、絶対見るもんかと、なかなか止めたと。相変わらず向こうは、自分の頭の方に向かって、ぐん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 
耳の障害でした。だん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 近づくな、気配が。で、耳の強さがあって、うぅぅ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 絶対目開けるのか、目開けるのか。目開けて、もしかしたら大変だから、パパーって出てくるんだから、よし、出てくるんだなって。あっちの方はドア開いてますからね。あいつが出てったら目開けよう。あいつが出てったら目開けます。まだ待って、まだ待って、もう少し待って、完全に消えたと思ったらね、まだそれじゃいけないから、もうちょっと待とうと思って。どうやら行ったらしい。ああ、行ったー。よし、もう少しだ、目開けと思った。まだ体が少し重い、動かない。よかった。思った瞬間、ドンと足が音、足の中に持った。そのぐらいの目方だと。生首ぐらいのね、うわーっと、ふーっと絡まった。また、ドンと、うわーっと、膝に乗ってきた。うわーっと、ふーっと絡まった。また、ドンと、太ももと、うわーっと、目開けるもんか、目開けるもんか、絶対目開けるもんか、開けるもんか。どうやら、落っこったり上がったりしながら、だん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 上に近づいてくる。自分の方へ。見たらどういう意味にかかるか、絶対見るもんかと思った。絶対見るものでずーっと見た。そしたら、ドンと離れて、うーっと目開けたら開けたら、目開けたら、カーッと。軽くなれば次に、ドンと見た、うーっと、絶対目開けたのか。くっそー、いよいよ来るなと思ったから、カーッと見たから、来ない。今までテンポで来てたのに来ない。あれ来ない。来ない。どうしたんだろう。と思ってたら、首のところで、トーンって来たもんだから、途端に目が開いた。その目の前に男の顔があって、うわー全く、これ嫌なことなんですがね、ここ数年なんですが、毎年春頃になりますとね、私、友達が一人ずつ亡くなってるんですよ。これは本当そうなんですがね、すごく寂しいことなんですけど、まだ亡くなるには早いみんな年なんですけど、な時、やっぱり友人の一人がですね、体だいぶ壊しちゃいましてね、入院したんですよ。で、彼はまあ無事に帰ってきたんですが、その時彼はね、変わった体験してるんですよね。というのは、もう、かなり重要な持病だっていうと、こう、部屋をですね、看護師さんのそのセンターの前の方へ持ってくるんですよ、病院っていうのはね。そこ行ったら、危ないぞというわけなんですけど、彼はそこまで行っちゃったんですね。で、部屋にはもう何人かの患者さんがいらして、一番向こうに一人、その次に一人で、一つベッドが空いて、彼の部屋だった。ね、だった、ベッドだったっていうんですが。結構、薬も効いてますしね。で、まあ、手術前なんですけど、夜中に、ふっとこの目が開いたってんですね。ただまだ意識がぼーっとしてますから、何気なくふわーっと見てましたら、イーってドアが開いたってんですよ。って見てましたら、小さな人影がそこにこう浮かび上がったってんですよね。なんだろうと思ってみたら、とっ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 と歩いて一番端のベッドまで行ったってんですよ。どうも小さな女の子らしいんですね。それが、ベッドの、寝ている患者の枕元に立って、じーっとその患者の顔を見てるって言うんですよ。何見てるんだろうな、患者さんの知り合いなのかな、それとも、ね、親類の方なのかしらと思って、彼もぼーっと見て。しばらくすると、その子の姿も消えてて、いつ帰ったかわからないけれども、元のまんまになってたんで、彼もふーんと思って寝ちゃったの。翌朝、看護師さんが来たんで、って声をかけたら、あ、すいません、後にしてもらえませんか。なんか騒いでるような気配がしたんで、あれ？なんかあったんですかって。いや、明け方、一番向こうの患者さんが亡くなられたんですよ。いや、今それ聞こうと思ったんだけど、昨日、夜遅くに、小さな女の子が入ってきて、あの患者さんのところに立ってたのが覚えがあるんだけど、親類の子かな？さあ、今親類の方に連絡取ってますけども、身寄りの方もいらっしゃいますが、そんな子は見えませんけど、入院患者かなんかにいるんでしょうかね。いや、それもないんですけどね。ああ、そうですか。いや、気のせいかもしれないしと思って。で、それからまた何日かして、
よりやっぱりこの薬効いてますんでね、変な時間に目が開くんだそうですよ。ふーっと目が開いた。黙ってぼーっと壁を見ていたら、イーっと音がした。あんと思ってみると、ドアが開いて、またちいちゃな人影がこう浮かんだの。あれ？あれ、この間の女の子じゃないかなと。そしたら、その子がまた、とっ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 と歩いて、その一つベッドを置いた向こうの患者さんの枕元に行くんだそうですよ。よせよ、どこ行くんだ？そしたら、その女の子がまた、じーっとこう、患者さんの顔を眺めてる。ずーっと、まんじりともしないで眺めてる。さすがに気持ち悪くなっちゃったんで、声もかけれないし、嫌だなぁ、あの子どうしたんだろうなぁ。そのうちに女の子の姿も消えて元のようになっちゃった。はてなぁと思ったけれども、そのまま寝ちゃったってんですね。明け方またバタ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 、なんか歩き回ったり走り回ったりする音が聞こえるんで、と目が開いた。看護師さんがせわしなく動き回ってる。で、自分のところでも看護師さんが来たんで、看護師さん、なんかあったんですか？あの、お隣のベッドの患者さんが、昨日亡くなられたんですよ。え？あ、そう。看護師さん、昨日も、ちいちゃな女の子が来て、隣の患者さんのところ覗いてるの俺見てんだけど、あの子、誰なんだろうね。さあ、この病院にはそんな女の子はいませんし、心理科なんかの子かな。いや、どなたも昨日は見えてませんから。じゃあ、女の子が来て覗き込むと、患者さん死んじゃうのかな。嫌だな。部屋でも変えてもらいたいな。思ってた。で、いよいよ彼の手術があった。まあ、手術は一応終わったんですが、またその部屋に戻された。まあ、安静の状態ですわね。ところが、なぜかふーっと夜中に気配がしたんで、目が開いた。何かふっとここに気配がするんで、おぼろげにバーッと目でもって眺めた。と、何かがここにいる。誰かが自分を見てる。なんだろうと思って。よっ、見上げると、小さな女の子がじーっと自分を見てる。うん、表情が全然変わらない。なんだこの子と思った瞬間に、あ、この子だ。毎回毎回部屋に帰ってきて患者の顔を覗いてるのはこの子だ。この子に見られたら俺死んじゃうんだと思って。来るなよ、帰れよ、俺死ねねえんだからな。言ったらずーっと言ってくる。来るなよ、お前なんか来んな。来るなよ、俺は生きていなきゃいけないんだからな。絶対来んな。帰ってくれよ、帰ってくれよ。言うと、どん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 顔が近づく。自分のところへうっすらした中から顔のシルエットがはっきりしてきて、だん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 その子の顔が見えてきた。で、ありったけの悪態と思いついた。お前なんか嫌だ、お前なんか来んな、お前なんか最低だ、お前なんか大嫌だ、お前なんか帰れ、お前なんか帰れ、お前なんか見たことない、お前なんか帰れと、その子がぬーって顔近づけて、うーって言ったんだよ。ぐーって倒せた。その子が去っていくような足音がかすかに聞こえた。と同時に、ワイ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 、ザザザザザザってたくさんの声がする。ふわーっと目が開いた。そうすると、いくつものこの顔のシルエットが浮かんだんで、なんだろうと思った。明るいライトが自分を照らしてるんで、ぼーっとして目を開けてみると。聞いたことのある声が聞こえてきて、だんだんよーく見たら、見たことのある顔が出てきて、あれと思ったらみんな自分の知り合いだったりして、あーと思ったら、おいおい、意識戻った、意識、意識戻った、誰か、お医者さんのとこい、お医者さんのとこい、よかった、声が来た。その晩彼は峠を越したんですよね。生死の境をさまよったんですよね。彼は言ってましたよね。あれは自分の幻覚だったんだろうか。それとも本当に病院には死を呼ぶ小さな女の子っているんだろうか。でも考えたら、病院っていうのはあそこへ入って無事に元気になってまた再びこちらの世界へ戻ってくる人と、入ったらその場
二度とこちらへ戻らないであちらへ行っちゃう人と、要するに生と死の境目、そういうところだから、もしかすると不思議な少女がいてもおかしくはないんじゃないかななんて思うんですよ。